キンケラ・マルティン・ボカチクにあるキンケラ・マルティン作品の壁画の一部キンケラ・マルティンはアルゼンチンの画家。キンケラ・マルティンは1890年3月20日にブエノスアイレスで修道所に捨て子として発見された。正確な生まれた日時は分からず、戸籍上は3月1日としている。6歳の時、チンチェチャ夫妻のもとに養子として引き取られた。 キンケラは彼の養父の洗礼名から来る。14歳の頃、ブエノスアイレスのボカチクの夜間美術学校に通う。1910年より展覧会で絵の才能を発揮する。ボカチクの風景画が多かった。1920年のアルゼンチンの国立サロンで第2位を受賞する。アルゼンチン大統領のマルセイロ・アルベアールが、キンケラ、マルティンの絵画を非常に気に入り。 頻繁に招待されるほどとなる。その縁で、キンケラ・マルティンは1922年にスペインのマドリッドにあるアルゼンチン領事館の初期館に任命された。マドリッドでも彼の絵画の展覧会が開かれる。その後、1925年にはフランスのパリに行く。1927年にはアメリカ合衆国のニューヨークへ行く。1929年には イタリアのローマに行く。1930年にイギリスのロンドンに行き、アルゼンチンに戻る。それからは主にアルゼンチンに根差して画家としての活動に終始する。アルゼンチンでは特殊化として学校や病院のために金を出した。1938年にはアトリエの建物を購入し、1階が幼稚園となるようにした。この建物が今のキンケラ。 マルティン・ボカ美術館となる。また、ボカ地区での色彩感覚のある家並みの実現に寄与した。1977年1月28日に死去。87歳であった。日本の美術館にはあまり所蔵されていないが、兵庫県公館には彼の作品、港風景が所蔵されている。アルゼンチンのボカ地区の近ケら、マルティン・ボカ美術館がある。ありがとうございます。